アメリカメジャーリーグエンゼルスに所属する大谷翔平選手は、現在チームのプレーオフ進出は絶望的な状況となりましたが、自身のホームラン王のタイトルと2桁勝利を目指してシーズンの最終盤を戦っています。そんな大谷選手ですが、先日レッドソックスと対戦した時に、レッドソックスの指揮官であるアレックス・コーレ監督や、レッドソックスのエースでありメジャーを代表する左腕のセール投手が、大谷選手を高く評価する興味深いコメントを出していました。レッドソックスの球団公式サイトに掲載された記事によると、コーレ監督は大谷選手が、大谷はまさにショータニ、ショーと大谷の組み合わせだね、大谷のプレーのビデオを見ればすぐに彼が良い選手であることがわかるよ、強打に加えて足も速い、それに大谷は良い打者であるというだけでなく良い投手でもあるんだ、大谷のスプリットはほとんど反則だよと驚きを持って語っています。またメジャーデビュー以来3回も17勝を挙げ、最多奪三振のタイトルを2回も獲得しているエンゼルスのエース左腕であるクリス・セール投手は、大谷はとても印象的な選手だ、私は先発投手だから5日や6日ごとに先発するのがどれだけ大変かは分かっている、しかし大谷はそれだけではなく、打つためにしなければならないこともたくさんやっているんだ、大谷は100マイルのストレートを投げるだけじゃなくてホームランも量産しているんだ、本当に人間ができることじゃないと思うよ、もし大谷に敬意を払わない人がいるならその人の気が知れないよ、大谷にはもっともっと敬意を払わないといけないと思うよ。このようにレッドソックスのエースであるセール投手は大谷選手について語ってくれました。前代未聞の二刀流の選手として全米を驚かせている大谷翔平選手、ロサンゼルスの地元紙やスポーツメディアではもちろんのこと、対戦するチームの地元紙であっても大谷選手の特集記事を書く事態となっています。結局のところ、大谷選手は対戦相手が最も注目しなければならない、そして警戒しなければならない選手なので、その町の新聞も同じということなのです。レッドソックスの地元紙といえば、本拠地があるボストンの新聞がそれにあたります。そこで今回はボストンの地元紙であるボストングローブの電子版に掲載された大谷選手に関する特集記事を紹介したいと思います。記事のタイトルは、大谷翔平の大活躍はさらなる二刀流選手の登場につながるか、というもので、記事では大谷選手をメジャーで活躍した他の二刀流選手と比較し、野球評論家たちは大谷を比類なき選手と考えていると結論付けています。例えばメジャー歴代1位となる2632試合連続出場を記録したカル・リプケン・ジュニアは、1978年のドラフト会議で投手としてオリオールズに指名されましたが、プロとしてマウンドに立つことはありませんでした。またカージナルスなどで活躍したリック・アンキールはメジャーで投手と外野手の両方をこなしましたが、同じシーズンに二刀流としてプレーしたことはありませんでした。記事ではこのように二刀流の難しさを説明しています。またオリオールズの GM は、大谷は唯一無二の個性を持った選手だと思うし、我々も現実に見るのは初めての選手だ、しかしメジャーのチームは大谷の出現によってこれから選手を少し違った目で見るようになると思いますよ、投手にも打者にもなれる能力を持った若い選手により多くの二刀流としてのチャンスを与えるようになると思います。これまでは投手と野手の両方の才能を持った選手でもどちらか一方に専念させてきたからね、大谷のおかげで少なくともこれまでよりはチャンスが増えると思うよと、今後の大谷効果の可能性を示唆しています。記事によると、現在大谷選手以外では2017年にレイズにドラフト1位で指名されたブレンダン・マッケイ選手が一塁手と投手の二刀流として活躍しているそうです。もっともマッケイ選手はほとんどをマイナーリーグでプレーしていて、
打者として出場した36試合では、打率2割3分3厘、4本塁打、22打点を記録し、投手としては6試合で、防御率 1.80。WHIP、投球回あたりの与えたフォアボールとヒットの数は 0.750 という記録でした。この記事の中で、ある野球評論家は、大谷翔平や真っ赤い、それから、これから野球界に入ってくる、若い二刀流の選手たちが、現在の野球を変える原動力となるのかは、誰にもわからないことだ。しかし、大谷の出現によって、二刀流に対する我々の関心は、大いに高まっている。大谷の打席でのプレー、そしてマウンド上でのプレーは、常に、我々の大きな関心事になっているからね。大谷の活躍によって、これから数年後、あるいは数十年後に、現在の大谷の活躍に憧れている若者の中から、二刀流の選手が出てきても、何も不思議なことではないよ。このように、大谷選手の野球界の影響を語ってくれました。平均的なメジャーリーガーは、その時点で、十分に一流以上の実力を持っているからね。そう考えると、投手と打者の両方で、メジャートップクラスの成績を上げている大谷が、100年に1人の選手、と言われている理由がわかるよね。大谷は今シーズンから、先発登板した次の日も、打席に立つようになった。投手と打者の2つの準備をし続けられる、体力と頭脳と精神力を、大谷は持っているんだね。それから大谷は、時間の使い方が本当にうまいんだね。大谷は日本人だから、いろいろとコミュニケーションを取るのも、通訳が必要だろうしね。その分、他の選手たちより時間がかかってしまうと思うし、二刀流の選手として、他の選手より何倍もすることがあるのに。大谷は、大変そうなことをほとんど見せないよね。もちろん、私たちの見えないところで、大変な努力をしているんだと思うけど、それをほとんど見せずに、淡々とプレーするのは、本当にかっこいいよね。おそらく、メジャーのトップの選手たちほど、大谷のルーティーンに、興味津々だと思うよ。この記事に出てきた、セールなんかも、本当に気になっていると思うよ。先発投手としての大変さを、十分にわかっているはずだからね。先発投手として、2桁を勝つような活躍をしながら、ホームラン王争いもしている。普段、どんな練習をしていて、どんな準備をしているのか、知りたい選手はいっぱいいると思うよ。大谷とチームメイトになりたい選手が、いっぱいいるんじゃないかな。海外の反応では、このような声が聞かれました。今シーズン投打ともに、信じられない活躍をしてきた、大谷翔平選手。最近バッティングでは、スランプになってしまっている感じもありますが、これまでのシーズンの疲れも、原因の一つだと言われています。メジャーに移籍して以来、これだけ大谷選手が試合に出るのは、初めてのことですからね。また、体のあちこちに、軽い怪我などの問題も抱えているのかもしれません。大きな怪我ならともかく、そうでなければ、大谷選手が口に出すようなことはしなさそうですからね。無理をして出場し続けていることも、ホームランがあまり出なくなった原因かもしれません。いずれにしても、大谷選手には、大きな怪我をすることなく、シーズンを終えてほしいと思います。今回は、以上になります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。